それからまあそういう公共性も含めてだけれども、やっぱり僕はその建築として体現していくそのさっき言ったアフォーダンスとかね、ルームっていう手法だとかっていうものが実にまあ練れてスマートにこなせてるなと。これはかなり長谷川事務所の鍛錬もあるの修練も。どうですか。そんな関係ない。あんまり僕はそういうものは感じないんですよね。どっちか長谷川事務所には。どっちかというとですね。そうですね。あんま関係はない。公共施設をやっぱりたくさんやってた事務所なので、うんうん、そこでこうオープンした後にどんな風に人が使ってるのかとか、なるほど、そういうのを 見る機会がたくさんあったんですって思ったように、あ、結構行かないものもあるなとか、そういう反省、まあ、って言っちゃいまずいんですけど、うん、はい、学びみたいなものがあって、どうしたら人にちゃんと一人一人届くかっていうところを言っていくようなだって、建物の立面の入り口の穴の径だってね、手前のこの何もない原っぱがあってね、本当にスーッとこうアフォード背中押されるわけですよね。だからああいうところのうまさっていうのはすごくあるなと思ってね。相当模型でスタディしたの、それとも模型パソコンで実寸でいろんなその当時事務所に立て込んで、はい、1分の1の、そうです、1分の1のこう、R の、くぐるところに落ちたり、それから天蓋をね、で、時々落ちてきてたりそういう、こう、身体とそういうこの形がどういうふうにこうして気持ちいいかっていうのも相当、書内でやってたりして、これもやっぱりおそらく2000年に入ってからのアトリエの、こう、スタディの特徴の一つだと思うね。僕も瀬島事務所に原寸のやっぱりスロープだとかね、はい、いくつか見たですね、目撃してるんですね。やっぱりそれはかなりメタ言語化空間が持つ、僕はこれ媒介性って言ってるんですけどね、建築がその媒介効果を生んでいる、そういうまあ素地になってるわけですよね。ルームっていう感覚はもう割と花からあったんですか。そうですね、ルームって名付けたのは実はだいぶ後、うん、どちらかっていうとその先ほど言ってたようなパブリックスペースっていうのは、うん、その見知らぬ他者と共に、うん、心地よくいられるにはどうしてもいかないので、うん、この柔らかくこうなんか一緒にこう包まれるっていう、うん、まあ、イメージがあって、それで例えばその当時よく言ってたのは子供たちがよくこのシーツに入って遊ぶっていうか、うん、シーツ、この子供たちが何人か入ってシーツの中で遊ぶみたいな、なるほどね、あるいは身体ごとこう、うん、くるまれることで、で全然他者なんだけども、まあ、一つのふわっとした空間の中にこう、うん、同時に包まれることで、うん、まあ、ある種のなんか神話性が薄く生まれるみたいなことをちょっと期待してて、うん、まあ、それをルームっていうんだっていうのが、うん、まあ、実際ですかね、うん、だからまあ無通来の機能がこうコンバインされた場なんだけども、それが他者との関係とかいろんな、まあ、距離を、うん、計測しながらやっぱり48ぐらいに分離していくわけですよね。そうです、ルームをね、振る舞いをね、それが、まあ、いろんな形を作るっていうのも同じ形を反復していくっていうことも結構こだわっているんですね。でそれがなんていうのね、これは結構伝わらないところで、うん、なかなか伝わらないところ、僕らの言葉ってグルーブを作る、でもあんまり伝わらないって、うん、いつも文句言うんですけど、こう同じものが共同のように反復していって、うん、それがこう反転したり、うん、こう転移したりすること、うん、それが非周期的なチューニングっていうことですね。あ、そうね、あるいは可塑性とかね、同期しないのなんか、うん、まあ、同時存在してて、うん、でしかもそれがバッカの、うん、はいはい、バッカの、これも伝わらないと思うんですよ。いや、僕はそのレピテーションとイミテーションの繰り返しだと思うんですね。そうですね、バッカの音楽ってバッカの時に楽譜が発明された時点で、うん、でこうある種の小説がありますよね、うん、でバッカってこれをこうひっくり返すんですよ、うん、で左右反転させて、うん、そのこれひっくり返すってこう対偶命題みたいな4象限のものを
思うんですね。それを組み合わせてこう風合を作っています。まさにそういう感じで全体が作れるかみたいなこと でそのこのなんかグルーブっていうか共鳴というか微妙にずれていくわけですからね。 そうそこの中にこう人の身体が巻き込まれていくことで、うんうん、あたかも江戸の銭湯の僕は最初そうな場モデルっていうものをね、妄想頭に描いてたけど、おできたなっていう感動したわけですよ、初めて見た時にね。だから僕らその頃見てたのはどっちかってすごい古い建築、うん、コルドバのメスキータとか、うん、あとまあ、ブルネレスキーとか、あー、なるほどね、なんかこう同じような反復されるんじゃないかなっていうのはすごい興味が、うん、いや、そこのなんていうかな、場のモデルっていうものが非常に強靭に作られてるっていうのは、だからぜひ何か武蔵野プレイスを再度比嘉さんたちが総括するときには、その場のモデルっていうことをね、そうですね、これきちんとその取り上げて整理して語る必要があると思うんですね。でこの丸い、まあ、丸くするのにこだわってたのは、うん、実はその人の身体との連続性みたいな、うん、結構すごいそれがこだわってて、うん、その全部同じような開口でつながっていくんですよ、うん、四方、うん、でこれが人が、まあ、こう触れるぐらいの開口から、はいはいはい、それ人が触れないぐらいからピューって、うん、またこう人が触れる開口に戻って、うん、人の身体を迎えてくるっていうイメージなんですね、うんうん。であと窓の形の丸いのもやっぱりま す,、うん、そのまあ、すごい極端に言うとこう 人結構丸い人はこう、うん、丸っぽいので、うん、それとの、まあ、未明室っていうものの模倣性掃除性みたいなのも 結構こだわってますね、うん、そうですね。だからそういう中でその内包されるような身体性をディスターブしない重機とか家具のモジュールっていうのはこれも実によく吟味されてたね。なんかそれがこう干渉されちゃうとね、壁まで高いなんとかさ、うん、それが割とないでしょう。かなり重機家具はこだわりましたか、スタディとして。そうかな、その空間を邪魔しないっていうふうにも、うん、人と人がこうさっきから言ったコープレゼントのようなあり方で、うん、いられるために、うん、家具のこうスケールっていうんですか、うん、サイズが相当考えていて、時々言われるのはプリウスのこう丸いテーブルはみんながシェアしてくれるって、うん、おっしゃる方がいて、それはやっぱりお互いの距離感がちょうどいい、うんですね、小さいとどうしても別な人が座ってくれない、一緒にこう座りたくないっていう距離感になってしまうので、うん、それを一緒に座れる、うん、座れるけどちょっと距離があって、うん、っていうそこのこう距離感とかを家具はもう全部デザインしてやってきてるっていう感じ。直近の話としてね、このウィズコロナの、新しい生活様式をかえってそういう家具の配列っていうのはすごくいいんじゃないの、はい、そうですね、距離っていう程よい離散性を持ってるでしょ、はいはい、そうです。もう武蔵野プレイス見に来て実際の方がすごくいつも驚かれるのが、うん、その丸いテーブル、同じテーブルをおじいちゃんと小学生と女子高生と、うん、なんか主婦の方が一つのテーブルを揃えるのがすごいですよねよく言われるんです、うん、あ、そうそうですか、ねまあ、結構大体普通に思われる、うん、まあ、それとはやっぱり衝撃的なシーンですよね。で計画的にプログラム的に一番大きいのは、ね、うん、カフェもそうでして、1階ですよね。そうそうですね、あれが実はその、うん、なんていうんですかね、最初のミッションがその今まで公共空間が来なかった、うん、ティーンエイジャーを中心にこう引き込むっていうミッション、うん、まあ、実現するための一つの工夫の一つなんですけど、うん、最初のところに入り口に入ったらカフェが出まんなくなって、うん、
所で、なんかその辺がある種 のなんか仕切りをされる装置になっていうか、なんかちょっとざわめきがあって、でちょっとカップがフレアを飛ばしたりとか、こうなんかフォークの音がしたりして、こうなんかカタカタやってるとか、ジャズのなんかのダイブみたいな、でちょっとリラックスさせて、人をリラックスさせて、ちょっとまあちょっと武装解除させて、みたいな装置ですね。でしかも、これは10年経って僕ら気づいたっていうことの一つなんですけど、実はカフェが体現する公共性って非常に大きくて、もともとある種の公共性を含んだものですもんね。そうですね。それが欧米ではね、それこの自治体っていうのはご存知のように非常に窮屈な縛りがあるので、こう自治体でできないことがカフェの中でできたりして、例えばワインを飲んだりとか、ワインをテイスティングパーティーしたりとか、地ビールも出してるんですけど、そのアルコールを含んだのを出したり、こうなんか突発的な読書会があったりとか、その公共ではできないこうなんか割と自由な動きをこうしてくるので、実はそれが新しいまだユーザーをこう引き込んだりとか、クロッシングさせるっていう機能をすごく持ってるんですね。でそのカフェの運営者が実は武蔵境の近くに住まわれてる方で、実は公共は最初は福祉系の施設にいたとか、あとはタリーズみたいな、安定したフランチャイズに入れたいっていうのがやっぱり公共としてあったんですけど、まあ、あえてその一番謎な人たちを、やっぱスターバックスとかね、スタヤとか入っちゃったらダメなのよ。なるほどね。僕はね、カフェは何度かあって感心したのね、あの時ね、コーヒーをいただいて、コーヒーのお皿にこういたとき、えっと思ったのね、なんだこの感触だったらね、ゴムのね、なんていうのかな、ラバー、これがね、そこに貼ってあるの、音をしないように。その感触がね、なんともね、身体化されてね、また行きたくなるのね。皿の底にもそうだけど、カップの底にポツポツとね、ゴム状のこうラバーが、ね、貼っつけたんだよ。あれはすごいよ。だからね、なんかこうカフェに持っているこう質っていうのがそれはすごく重要な要素なんですよね。まさしくそうですね。はい、環境がこうなんか調整する装置になってて、雰囲気を作る。としてきました、でもさっき言った10年経っていろいろ意外なことっていうのは、先ほどのこの、収録されたフレーズの中にも出てくるんだろうけども、なんか図書館っていう場がこう暗いんじゃなくて明るくなりましたっていうのは、これすごい成果だよね。図書館は本は紫外線に弱いので。なので、地下2階を作って、実はメインの図書館地下にあるっていうのは、これは一つの計画の項目、で、しかも地下に入れることで地下の壁がありますね。で壁が全部図書館になって、最近の本屋とか図書館っていうのは、割と均一書架をこう、独立書架をこう並行配置するっていうのです。で、これはできるだけの本の背表紙を見せることにこだわってます。やっぱ本の整備をして結構語りかけるんです、僕も本買ってバンとこうなんか机に積んでるんですけど、読まなくてもなんかこう語りかけてます、本って結構本は整備をして見るの大事なんじゃないかっていうので、それにかなりこだわってで、特に地下空間は上階とはまた違う空間的な構成ができますからね。公共施設の中 そのカフェのありようとしては、あれが秀逸ですね。そうですね。私はどっかね、素人っぽいところがある。そうです。本当にそうです。よく気が付いてカフェやったことない人ってますね。だからね、マニュアルでの対応じゃないの。なんか、親と思うことを尋ねると、ちゃんと、ね、答えるし。すごくね、いい方たちが。まあ、かなり異色の違いな。経営者で、結構面白い。やっぱりあれもコンペ、事業コンペで応募した方
あ、そうそう。で、僕らも、あの、審査は入って。うんうんうん。で、まあ、ハウスのポリシーだとか、そうそう。そういうのをすり合わせしたのね。まあ、これしかないだろうと思ってますよね。あの、まあ、行政だったらタリーズみたいに入れたい。あ、そうね。ありますよね。うん。我々もかなわんっていうのがあるんですからね。だからそれをよく決断されたなと。うん。まあ、やっぱりその当時の、あの、こう解説準備の人たちはやっぱり結構気合いになってましたね。献身があったね。先見性というのか。まあ、全体的にはこれ四面楚歌だったんですよ。うん、なるほどね。全体的には四面楚歌だったんです。解説準備担当の人たちだけは仲間ですね。ああ。唯一。うん。そこの濃密ならそのコミュニケーションの質っていうのが最後まで進行にこぎつけられたんだね。そうですね。で、あの2011年の進行から今日至るまで何か大きな変更ってあるんですか？大きな変更っていうのは、あ、できてからですか？うん。そうですね、やっぱり例えば開館時間だとか、開館あの利用制限だとか、そういう何か運営上のこと、あるいは計画的なこと、48が50になりましたとかですね。ああ、そんなに大きな変更はないですよね。うん、そうね。昨日までね、ちょっと気にしてますけど、うん、コロナの2年というのはやっぱりいろんな影響が散見できましたか？そうですね、やっぱりそのもう年間200万人集まるような施設だったので、うん、逆に言うとコロナで一番まずい施設になってしまうわけですよね。ああ、ちゃんと行けないですね。超密なので。逆行しちゃいます。それはかなり痛いですね。カフェの方も言ってましたけど、うん、でもまあ施設のなんか利用者としては非常にまあゆったりしていいっていうところもあるんだけどね。うん、まあそうです、ね。運営的にはちょっとあんまりあるんだけどね。で、まあ、全体が迷宮みたいになってるので、うん、まあ、あんまりたくさんいてもいなくても、うん、そんなに違和感ないっていうのはあるかもしれないですね。やっぱりあの最後に、まあ、建築の新たな公共性っていうことを語って終えたいと思いますけれども、あえて僕はその、そういうこと申し上げるのは、当時私はその渋谷の再開発をずっと追っかけてるわけですけれども、やっぱりそのどん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 こう同質性っていうのが高まってるわけですよね。それと不寛容な、例えばあの宮下パークなんか、はい、で宮下公園の時代、それからひらがなの宮下公園、これはあの、はい、アトリエワンがスポーツパーク、そして今般 の宮下パークカタカナ、漢字からひらがなカタカナ、この中でどんどんこう寛容性を失われていくわけね。もう完全にもうホームレスは行われるし、ところがやっぱりこの武蔵野プレイスと思っている寛容さっていうか、ゆるさっていうかな、これ大変その貴重だなと。それとまあ多様性を含む許容するような空間のこう質っていうんですよね。柔軟性というか、まあ可塑性という言い方を皆さんたちにされているかもしれません。これはあのとてもまあ、いい、例えばまあこのような言い方が学会の受賞理由の中に海外性っていうことを言ってるわけね。2016年の8月号で海外性を持った公共空間だって言ってるわけよ。あの学会の選定理由、あんまりあの図書館で海外性ってことなんですよ。弁護としてマッチングないんだけど、ああそうねっていうふうに思うわけですよね。なんかその海外性っていうこともやっぱり、海外性こそが市民ニーズに応えた公共性ではないかということを、まあ、学会は言ってるわけで、これはまあ比較的的を得た言い方かなというふうに思うんですけどね。まあ、そうですね、あの、まあ、一つの施設なんですけども、まあ、47棟のそのスペースがこう集合しているっていう、まあ、それ海外性っていう表現されたこと、
だと思うんですけども、うん、その結構だからそのたくさんのルームとかのスペースが集まるっていうのを割と賢い、うん、他にはあまりないかもしれないですね、うん、そのルームの一個一個はよく吟味するとみんなそのディメンションが違うんですよね。そうそう、色もちょっと違うんですか、光の状態もちょっと違って、うんまあ、機能もちょっと違って、うん、でもちょっとずつ違って隣接するってことでも、うん、だこうあこういう丸いのでその求心力とそのでもそれずるっとつながっていく開口の外心と求心の気がね、その両方を持つってことかなって。でしかもこの47つもあるっていうのは結構大事だと最初は思ってたんですね、うん、その構造がね、例えば、まあ、例えばですね、そのイギリスの詩人のジョン・キーツ、うん、若くして亡くなった詩人がいます。まあ、彼がこのたくさんの部屋が詰まった大きな館っていう概念があるんです。まあ、これはシェイクスピア の、うん、彼が表していったことなんですけど、このあのマンションの上にアパートメントっていう概念があって、でそれはあのネガティブケーパビリティっていう、まあ、考え方についていて、で、うん、これはちょっと、まあ、言葉は難しいんですけど、なんか 不確実なものをなんかそのままこう未解決のままでこう許容できる力みたいな、うん、それをネガティブケーブビリティって言われてるんですけど、結構このたくさんの部屋がある方っていうことで、まあ、いろんな部屋にこう異質なものがこう住んでたり、でそれを何か一つにまとめないで同居させておくみたいな、うん、そういう概念らしいんですけど、結構それが後で知ったんですけど、うん、結構なんか僕らが考えたのと似てるなっていうふうに思ってて、なんかすごくねピンときたっていうのがあります、ね、それとそのユーザーの方から僕らいろいろ感想をよくもらってるんですけども、その結構面白い感想があってですね、あの、まあ、結構子供たちとか女性の方から聞こうと思うんですが、そのこの施設のことをなんかずっと図書館だと思ってなかったっていうか、うん、毎日のように来てるんです。ある時になんかあの毎日のように来てるんだけど、半年ぐらいだったらここ実は図書館なんですよ、ね、うん、言ってる人があったりとか、あるいはこう形から形がやっぱ印象に残るみたいな、うん、まあ、僕が作ってる時はね、あの子供たちが反応してたんですけど、うん、なんかこの施設をマザープレイスって呼ばないでマルさんって呼んでる、マルさん、おうおう、マルさんって呼んでるらしいです、うん、あのなるほどね、でマルさんって呼んでる人なんて、あと不調としてね、そうですね、あとなんか子供たちから言われたのがバーバパパが見えてる、うん、バーバパパってフランスのアニメになりますね、うん、でバーバパパって自分身体をこう 変化させて丸い、大体大きな丸い身体なんですけど、それを自分を語るシリーズらしいです、うん、バーバパパに似てるとか、ね、だからいろんなこうメタファーとして把握される、あとオバキューとか、うん、鎌倉みたいな、オバキューの墓みたいな、うん、で結構だからなんていうんですかね、で僕らそれで旗と気づいたんですけど、うん、これってみんななんかの異界だよねって、うん、異界の人たち、なるほどね、異なる世界、うん、異界の人たちですよね、だからで僕らとりあえず今結論としては、うん、その武蔵野プレイスっていうのは新しい、僕らが求めた新しい公共性っていうのは隣の異界なんだ、うん、っていう隣にある異界っていう、それがこのなんか異質な人たちを共存させるし、だからそれが年間200万円動員する一つのエナジーなのかもしれないね、うん、っていう感じ、その異界に触れてくるっていうか、異界で の体験を楽しんでまた日常に戻って、そうそう、だからその図書館っていうこの機能、最近非常に図書館ってもともとあの歴史上は一番古い公共施設ですよね、でも未だに人気がある施設ですので、うん、まあ、それもちょっと気になってるんですよ、うん、で日本のこの図書館の、まあ、需要史からすると、最初はあの明治維新の頃ですね、うん、そのこう日本の国家を作る時に図書館っていうのをこう立派な図書館を作って、うん、そのつまり国の西洋と互角に戦える、なんかこう国の形を作るための図書館を利用されて、でその後この、敗戦後ですね、今度はアメリカモデルで、うん、アメリカが日本に民主主義、うん、民主国家にするための一つのドーム建てとして図書館がすごいこうフィーチャリングされているんですけど、まあ、そういう国家とか民主主義の象徴みたいな図書館が使われていくんですが、最近まあ僕が思うのはその図書館って割とあの
何ですかね、SNS 界なんて、その今ここと関係ないというか、うん、いろんな国の話があるから、ね、こう今の時代と違う時代のものが入ってたり、うん、まあ、そもそも人間じゃないものもことがたくさん入ってて、つまりだから今僕らの社会ってすでに今ここに最適化されて、この圧がかかるこの社会の中に余白を作り出す、うん、今ここじゃないものの者たちがいる怒りが、うん、それが結構なんか図書館のポイントなのかなって考え、少し抽象的な言い方すると無場所っていうのかな、うん、場所性がもうちょっとこう抽象化されたような場なんだろうね、うん、そしてどうやらそういうものを受け止めるこう人々っていうかユーザーの感覚が割と育ちつつあるのかもしれませんね。そうですね。それで僕はその小林さんの本の、うん、アーザーユートピアを、うん、昨日読んできたんです。でそれで僕は連想したのは、うん、アーザーユートピアっていうのは多分公共性の女の子っていう意味なんですよ、うん、でそこでピンときたのがミシェル・フーコーのヘトロトピアっていうのがあって、ヘトロトピア、ね、実はまあ、僕らが目指したのはヘテロトピアなのかも、うんうん、作品の場所っていうか、うん、リンクするので、ね、ある種のヘテロトピアみたいなものが今社会に必要っていう感じがしますね、うんうん、だからこれはなんかコロナ禍が状態化してもやっぱりこれはとっても重要なものになると思うね。だからステイホームって言ってたらどん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 そうじゃなくてどんどん私のプレスに出かけてくるようなコロナ禍っていうのがあっていいんじゃないかなというふうに思うんですね。やっぱり何か他者っていうものに触れ合わない我々の日常の危うさって今感じてるわけですよね。そこはやっぱり公共性の根本だなっていう。そろそろ時間になって、とても、まあ、私は興味深い話をいっぱい聞けたんですが、最後ですね、ちょっと雨の道デザインの流れで、雨の道について、特にこの伊香保のこれなんかはですね、比較的大型木造で、この時の雨に対する考え方ってどんなことを工夫されたんですか？ちょうど種が雨の道ということで、それはこのプロジェクトが一番その話に乗るかなと思って見てきたんですけども、まあ、ちょっとすみません、ちっちゃくてあれなんですけども、この牧場がですね、オーナーが、林業を営む会社のがやってる牧場なんですね。あ、林業、そうです、林業が、まあ、それで森のカフェというみたいな、あ、まあ、そうですね、まあ、あとは原美術館みたいな、うん、まあ、会社なんですね、うん、でその2代目というか今の社長さんがこの何ですかね、環境 の、うん、循環みたいなのに非常にまあ興味がある方で、うん、牧場整備していく、うん、そういう循環、環境の循環みたいなものを考えて、うん、ぜひやってほしいということだったんですね。で、まあ、雨については、その、まあ、水の循環っていうことで、そうですね、この牧場というのは木がたくさんあるので、うん、トイをつけられないんですね。木取りっていうのをつけてしまうと、もうそれが全部詰まってしまって、うん、流れないっていう、そういうまず事情があったのと、でそれをいいことにして軒先にはトイをつけないと、うん、で全部この葉っぱの先から雨がこう落ちる、雨が降ってる日にはそれをこう 見ながら全部この雨に囲まれた場所みたいなものを作った方が楽しいんじゃないかっていうことで、うん、雨を一回地面に循環させるということですね。そうですね、それがこう今度は、土に伝わったものがもう一回周りの地面で、蒸散させるみたいな、いうことで、割とこの形で今までこの建物だけでなく何回もやってるっていう感じです。より何かこう、はい、いろんな方向から雨が降るんだけど、はい、それをこう上手に受けてね、はい、割とその一箇所に集中させないで、そうですね、両方にこう拡散させて、はい、そうですね、
雨を放出してるなと。本当の葉っぱみたいな、この葉っぱを受けて、雨を受けて、うん、そうですね。ああ、なるほど。あのこれ の, あのクライアントさんというか、オーナーさんがそういう、そうですね、事業と思想を持った方たちなのね。そうですね。まあ、大きなサイクルの中に入れてしまう、うん、そうですね、コンセプトですね。じゃあ、あの大体、時間になりましたので、最後にもう一回ちょっと田中さんちょっとご挨拶をしていただけたら。木屋さん、川端さん、真壁さん、ありがとうございました。図書館っていうのはね、なかなか皆さんどうですかね、私もそんなにしょっちゅう行くものではないですけれども、でも、私の市が15万人、疲れてる15万人のところに毎年200万人訪れる図書館って、皆さんもすごく興味あると思います。まあ、ぜひ、皆さんも機会があったらですね、ぜひ